今日はカンパーニュ、カンパーニュの酵母のかけつぎをまずします。でカンパーニュは1キロ玉で酵母が 100g 必要になります。で今日は2個作るから、200g の酵母がいると。そうすると1対2対2で 200g になるような酵母の分量にするには、そうね、40対で1対2対2だから80対80にするといくらだ。お、これでちょうど80足す80で160で40で、お、これでちょうど 200g で、まあ、通常であればこれ 200g の酵母を作ってしまうとこの元種がなくなってしまうから、220とか230とかにしといて元種をキープして、そのうちの 200g を普通は使うんだけども、今日は酵母がいっぱいあるので、そうね、まあ、じゃあこれの分量で酵母を作ります。 40g の元種、粉 80g、 水 80g ね。40g、まあ、ちょっと多めにしようかな。なんかね、作ってる間に蒸発したりなんかして少しぴったり 200g になるわけじゃないので、ちょっと 190g になったりするのでちょっと多めにしておきます。で次、水。ちょっと多めね、で粉は私はライ麦全粒粉と小麦全粒粉を半々にしています。で別に何でもいいんだけども、で倍だから 80g。 これはね、全粒粉じゃないね、粒だから、これをまた、電動石臼で引くんですけど、まあ普通他の人はだいたい粉になってるのを買います。まあ、ちょっとね、粉が舞うからこの電動石臼をビニールで覆ってるんだけども、ここに入れます。はい、発酵完了です。わかるかな、この上までプツプツが出てきてると発酵完了。こうね、それから元種の使い方はこの本を参考にしています。元種はまあこんな感じで、作り方がデイ1からずっとデイ5までこう載ってるんだけども、まあいろんな本にも載ってるので、そういうの見てもらえばね、いいかなと。
で生地作りなんだけどもカンパーニュので、この本を参考にしています。これねタルティンブレッドで、まあちょっとこの本とは変えてたりもするんだけど、まあだいたい基本的にはこの本のやり方なんだけども、まあ、ちょっと水分減らしたりとか、ちょっと簡潔にしたり省いたりするとこもあるけども、だいたいまあこれと同じやり方で、まあ、分量とかはね細かくはこの本を見てもらってもいいかなと。これね、じゃあ生地作り、まず先ほどの酵母を、今日は1キログラムのカンパーニュを2個作ります。でまず酵母ね、さっきできたばっかりのこれを200グラム、でこれ必ずいつも少し残しといて、それをまた次のスターター元種とするので、必ず少し残しとかないと次使う時に困るので、元種がねなくなっちゃうとずっと最初からやり直しになっちゃうので、まあ 200g。で次水は620、30ぐらいかな、620とか630とか、まあ使う粉によってもね違うから、まあ一概には言えないんだけども、なんとなく620とか30にしてますが、さっきの本ではもっと水は多いです。620、30ぐらいにしようかな、まあ適当で。ほい、蓋して30分ぐらい吸水。30分ぐらい、時計見てないけど、まあ多分30分ぐらい経ったので、様子を見てみます。まあちょっと粉っぽさがなくなったかな。で、まあこれはね30分置くんだけども、別に1時間になっちゃったら1時間でもいいし、まあその辺は適当で大丈夫です。で水 50cc 入れます。これもね 50cc じゃなきゃいけないとかそういうことじゃなくて、まあ、なんとなくね様子見ながら、まあ、なんちゅうかその味噌汁が味噌の量適当でもできるし、だしの量適当でもできるし、煮方がね短くても長くてもそれなりにできるのと一緒で、パンも基本的には適当で一応できます。まあねその見た目とかなんやかんやっていろいろ細かいこと言えば、その一番見栄えが良くなるあれもあるけども、まあ生活に組み込むカンパーニュっていうのは、まあ味噌汁ぐらい適当でもいいかなみたいな。家でやる漬物とかね、ちょっと時間経っちゃえば古漬けになるし、浅ければ浅漬けだけど、まあどっちもそれはそれで美味しいみたいな、そういう感じかな。まあこれもなんとなく今塩も入れました。塩はね 20g だいたい、パンは 100g につき、生地 100g につき 1g ぐらいが標準っていう感じかな。だからこれ今 2kg の生地なので、塩が 20g 入りました。よいしょ。
でこれは別にこねる必要はなくて、なんとなくダマがあったりしたらダマを潰して、あと全体に水分が行き渡るようにして、まあ水の量はね、やっぱ寒いと生地が硬いからちょっと多くなったり、暑いとドロドロになるから少なめにしたり、その辺はまあちょっと適当にね、よいしょ、うん、まあ、なんとなく水が混ざれば、水と塩が混ざればいいかなみたいな、まあ、生地はね、寝かせてるうちにこねなくてもグルテンは つながるので、なんていうのかな、昔はねパンはグイグイこねるっていうのが主流だったけど、今はあんまこねないスタイルが多いかなみたいな、よいしょ、まあこんなもんかな。これでまた30分ぐらい寝かせますね。なんとなくダマもないし、全体的に塩も行き渡ったかなみたいな感じで、で蓋してまた30分ぐらい置く。はい、はい、ね、1時間、30分のつもりが1時間ぐらい経っちゃったかな。まあでもそれぐらいは全然平気で、こうやって触ってみて、ちょっとダマがあれば潰して、そうね、まあちょっとダマがあれば潰して、うん、ちょっと待ってね、うん、でまあ大体ダマが潰れてるなと思ったら、ここにちょっと下から上に返します。うん、で触ってる時になんかダマがあれば、ちょっとほらお好み焼きとかでよくね、ダマがあると潰したりするでしょ、そういう感じに、ね、で結局ダマがあるところは水と混ざってないってことだから、粉がね塊になってるってことだから、それを潰しながら、よいしょ、ま、混ぜて、ま、こんな感じかな。これでそうね、これでまたこれで一次発酵に入っていいんだけども、続きは明日やりたいので、今夕方5時半で、今から1次発酵終わって成形して2次発酵ってとこまでやっちゃうと夜中焼くことになってしまうので、それはちょっと避けたいので、まあこのまま冷蔵庫の、そうだな、野菜室かな、野菜室に入れて続きは明日やります。で冷蔵庫の野菜室に入れとけば、まあ、ゆっくり、ものすごくゆっくり発酵するので、明日の朝でも、まあ、発酵が終わってないぐらいじゃないかなと思います。じゃあ続きは明日。